どうもこんにちは。どうもいらっしゃいませ。いらっしゃいませ出た。さすがトムさん、優しい声かけですね。いえいえ、そんなことないですよ。いやいや、名車再生で今始めているこの F124、はい、進捗状況の方を教えてもらえたら嬉しいです。まあまあそうですね、機関系が直って帰ってきましたんで、はい、今から内装を作業入るということで、はい、まずは C ピラーが剥がれてきてたんで、はい、生地がで、それの張り替え、はい、でリアのゲートダンパーが抜けてたんでリアゲートダンパーを交換しました、はい、でオンダッシュナビがついてたんですけど、はい、それも今配線とかを全部取って取ったで、ま、からあと残ってる作業でいうとダッシュボードの補修、はい、とあとはシートヒーターの断点ですね、そうですね、うん、あとラジオアンテナのロッドの交換を残ってますね、はい、それでまあおおむね完成という、おおむね今のところは完成かなと。あとはもう正ルームクリーニングぐらいで、はい、おそらく終わりだと。なるほど、はい、じゃあ一個ずつちょっと見させてもらいましょうか。今だから中バラバラですよね。今中バラバラです。バラしたやつは今ここにはないんですけど、はい、こんな感じですよね。これが出来上がったやつですか。そうです、これが CPRもう張り替え、今映すために置いてもらったんですけど、まあクリーニングは後として、あとは中、今ダッシュボードカーナビを取り外したオンダッシュのやつね。あ、ここが綺麗になるってことですよね。そうです。もう はっつけてしまったやつをこれからリペアなさる。今からリペア。なるほど。でも程度いいですよねこれ。そうですね、めちゃ綺麗ですよね。ウッドバネルもほぼ割れなし、うん、これ綺麗ですね。こんだけ、けどね、トムさんとか前崎大が手抜かずにやら、ほわ完璧に仕上がるでしょうね。いやここまでね、いっていくと思いますよ。中も綺麗です ね、これ名車でね、長通る来る前から綺麗です。トムさん買ったらいいんじゃないですか。欲しいぐらいな、ね、デートカーにね。あ、トムさんキャンプカーになってまうんか。ちょっとね、まだ124の地獄には味わいたくないです、ね、あ、まあね、維持するとまあいろいろね、あちこちトラブルも出てくるのがこの名車ならでは。そう、まだ宣伝はもうちょっと後で、後でまだ20代ですもんね。ちょっと早すぎますね。なるほど、まあこういう感じでどんどん仕上がっているということで、最後トムさん今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。リペアスタジオフクロウチャンネルです。同じくザーマスチャンネルです。はい、みんな見てるか、うん、まあ、これ全然宣伝が見てないですよ、まだね、うん、見てへんのかな、見てへんのかな、見てへんみんな損するぞ。なんで損するの。車の真実の自分に煽りました。つぶついてる。チャンネル、いや見たらほんまに分かります。車のこと分かる。ほんまですか。絶対分かる。例えばどんなことが分かるんですか。みんなさ、憧れてる車ってさ、はい、なかなかこうどうなってるかって分かんないだろ。うん、分かんない、うん、雑誌やね、インターネットで見るよりかは、うん、俺のチャンネル見たら全部分かる、うん、分かったら何が特徴。これからの君のカーライフ。カーライフ、カーライフ。結構地味なところ言いましたね、カーライフ、うん、カーライフ、カーライフが僕なんです。カーライフを僕はあの一生搬送することになると思う。思いますか。うん、ほんま車乗って良かったと思えるんですか。思える。デートの時モテますか。絶対モテる。お父さんお母さん乗ったら親孝行できますか。絶対親孝行できる。前崎さんになったら一番いいのなんですか。僕らがラッキーと思うのなんですか。俺と話できることぐらいじゃないけど。そこ無駄くならない。